では、募集要項、表紙を送っていただければ。そこにですね、表紙の裏側に、募集日程概要というページがございます。そこにですね、丸1番から丸11番まで、本入試に関わる日程の概要はこう全て書いてあります。この順番でですね、進んでまいりますので、ざっくりとした日程を確認する場合には、ぜひこのページをご覧いただいてですね、期日の確認、必要な書類の確認などはここで行っていただけるとより良いかと思います。では2ページをお開けください。説明は、募集要項をご覧いただきながらでも結構ですし、前のスライドにはですね、その中で抜粋したものを提示してあります。右上にですね、ページが出てるかと思います。それが募集要項のページになっておりますので、ちょっとですね、内容によってはページが行ったり来たりしますので、私もゆっくり喋りますので、このページをお上げいただいて、必要なところに線を書いていただくか、メモを取っていただくか、お願いいたします。はい、まず、1番です。入学者の募集及び選抜ということで、募集定員につきましては160名になります。で、選抜の方法といたしましては、一般選抜、特別選抜の2つの選抜方法で160名の方を選抜してまいります。特別選抜の募集定員につきましては、全体の160名の約 10% 程度を予定しております。2番、浦和中との併願。浦和中との併願、1時は可能でございますが、2時はですね、同一日の試験日になりますので、2次選抜はどちらか、1次受かった合格した場合については、2次はどちらか、一個になります。通学区域ですが、一般選抜の通学区域は埼玉市全域になります。特別選抜は埼玉県全域になります。これもですね、以前は両方とも埼玉市全域だったんですが、これも途中から変わっておりますので、前の募集要項とかお持ちの場合については、ここの方、変わっておりますので、ご注意ください。続きまして、一般選抜における志願者の資格ということで、ここにですね、2ページの中段あたりに志願者の資格一覧表というのがございます。上段が1覧、下段が2覧になっております。それぞれ、括弧1番に該当する方ですね、埼玉、日本のですね、公立の小学校、私立の小学校に通われてて、埼玉市内に在住の方につきましては、何らか審査などは必要ございません。ただ、今は、埼玉市以外に住んでて、4月からは埼玉市内に転居の予定ですとか、あとは、埼玉市内にいるんですけれども、例えばインターナショナルスクールですとか、いうところに通われている方、様々かと思いますが、その方が受験する際にはですね、資格審査というのが必要になりますので、教育委員会の方に行ってですね、資格審査の方を受けていただくことになります。その詳細はこの後説明いたします。続きまして、特別選抜の資格になります。特別選抜は、亜、帰国特別選抜と、イの外国人特別選抜と2つのものがございます。亜の帰国は、過去にですね、1年以上海外の方に住んでいた経験がある。イの外国人特別選抜は外国の国籍を有しているものということになりますので、これに該当する方は特別選抜で受験することが可能になります。で、先ほど一般選抜で、括弧1以外の方、また特別選抜の方につきましては、
ここにございます、令和5年11月17日の金曜日から、令和5年の12月5日の火曜日、この時間でですね、さいたま市教育委員会高校教育課というところに行って、審査の方を受けていただきます。2ページはですね、7ページに、資格審査に必要な手続きということで、こういう書類を持ってきてくださいという一覧がございます。それぞれの状態によってですね、志願者の状態によってここは異なりますので、まずこの表を見ていただいて何を準備すればいいのかというのを把握していただきたいと思います。で、この期日にですね、教育委員会の方行っていただいて、まあ、審査といってもですね、必要な書類を出して向こうで確認をしてもらうということになりますので、そうすると本校を受験する際のですね、承認書というのをいただきますので、それをもらって帰っていただければと思います。ですので、連絡先、下に書いてあります、要項にも書いてありますけれども、いきなり無論言っていただいても結構なんですけれども、できれば事前にですね、ここに電話をして、不安なことがあって、例えば本当に、審査はなくていいのかとか、こういう審査が必要なのかっていう判断、もし迷うんであればですね、ここにまず電話をしていただいて、今、まあ、こういう状態なんですけども、事前の審査は必要ですかと聞いていただいて、必要ないですよと言われればですね、この後説明する出願の手続きをそのまましていただければ結構です。やはりそれは事前の審査が必要ですと言われればですね、では、どれの書類、どれを準備していけばいいですかと聞いていただいて、これとこれとこれですと言ってくれますので、それをもって、この期日に行っていただければと思います。まあ、この後の個別相談でですね、そのあたり、私に聞いていただいても結構ですので、この志願資格のところはお間違いのないようにですね、確認の方をよろしくお願いしたいと思います。はい、続いて、出願手続きの流れになります。出願の手続きですが、まず最初にですね、志願者情報の登録ということで、未来コンパスと呼ばれるシステムを使って出願になります。これについては昨年度からの利用しているものになりますので、その前は実際窓口に来ていただいて出願となりますので、このあたりも変わっておりますので、ご注意ください。このまず未来コンパスというシステムですね、多くの学校で使われているので、場合によってはですね、もう知ってるっていう方もいらっしゃるかと思いますが、そこにですね、受験する志願者の方の情報を、令和5年の12月6日水曜日から同年の12月22日金曜日の間に登録の方をよろしくお願いいたします。登録期間が設けてあるということはですね、この期間外は申し込み、登録ができないということになりますので、例えば23日とか24日とかにですね、気がついて、あ、そういえば大宮国際だったなと思って、過ぎてからやろうとしても登録できませんので、そうなると出願ができなくなってしまいますので、この期間、忘れないようにですね、登録の方をよろしくお願いいたします。登録する内容はですね、メールアドレスや、志願者の方の顔写真、その他ですね、住所などの志願者の情報ということになります。で、募集要項のですね、4ページ。に、中段よりやや上に QR コードが3つ並んでいるかと思います。未来コンパスの使い方になります、写真のアップロードの方法などなどが載っておりますので、やり方もしわからなければですね、この QR コードから使い方の方を確認いただければと思います。登録が終わりましたらですね、入学選考手数料2200円になりますが、これの納入の方をよろしくお願いします。クレジットカードやコンビニなどでですね、支払うことができますので、納入の方をお願いします。
で、納入が終わりますと、初めてですね、入学願書などの印刷ができるようになります。要はお金を払わないと印刷できないよということですので、納入の方を済ましてからですね、印刷の方をお願いします。募集要項の15ページをお開けください。ここにですね、ダミーの入学願書受験票、宛名票があります。冊子なので白黒ですけれども、本番はこれはカラーで、印刷の方をお願いいたします。ですので、丸三として、入学願書、このページですね、これと同じものをですね、カラーで A4 サイズで印刷の方をよろしくお願いします。丸4番として、調査書作成願い。これは今在籍している小学校へ、依頼の方をしてください。今日の募集要項の中にですね、別紙といたしまして、調査書作成願いというものが入ってたかと思いますので、これにですね、必要な事項を書いていただいて、まあ、窓口は多分担任の先生になるんではないかなと思いますので、担任の先生に提出をいただいてですね、調査書の方の作成をご依頼ください。埼玉市立の小学校の校長先生方にはですね、先週のうちに教育委員会から、大宮国際中等教育学校並びに浦和中からこのような作成願いが出ますので、出た場合については調査書の作成をお願いしますと、このように作ってくださいという要項は渡してありますので、なんだこれというふうにはならないと思いますので、渡していただければと思います。で、担任の先生がですね、でもこれどうやって書けばいいのかわからないとなった場合につきましては、募集要項の12ページから、調査書の作成要領というもの、これも校長先生にも事前に渡してあるものと全く同じものでございますが、これをですね、まあ、このページをコピーしていただくかですね、一時的に募集要項をお渡しいただくかしてですね、この通りに書いてくださいというふうにお伝えいただければと思います。で、小学校の方からですね、でもこの場合はどう書けばいいのかわからないとか、もしありましたらですね、小学校の担任の先生なりですね、作成している先生から直接本校、私までですね、電話をしてくださいとお伝えいただけますか。皆様経由ですとですね、またこう伝言ゲームでちょっと言葉が違ったりしてですね、取り返しのつかないことになると困りますので、直接私が、作成する小学校の先生に説明をさせていただきますので、そのように説明会で言われたということで、大宮国際の難波まで電話するようにとお伝えいただければと思います。学校によってはこう2期生でですね、2学期の終わりにこう成績表が出ないと。なので調査書はどのように書けばいいんですかとか、あと埼玉市以外だとグローバルスタディじゃないんですけれども、などなどですね、細かなこともありますので、ぜひその点は聞いていただければと思います。はい、で、ここでちょっと確認なんですけれども、私立の学校ですと、ここまで、まあ、調査書は別ですけれども、3のですね、印刷まで行くと、これで出願がおしまいという私立が多くあるように聞いております。当日は受験票だけを持って会場に来て受験で終わりとなります。ただ、本校の場合はですね、この後説明いたしますが、印刷した願書、並びに調査書、あと資格審査が必要だった方は資格審査の承認書も入れてですね、本校に郵送していただくっていうのが出願になりますので、全部登録が終わったっていうふうに思わずにですね、この後の手続きも間違いなくよろしくお願いいたします。はい。それが今から説明するところになります。入学願書等の提出になります。先ほどの説明でですね、A4 カラーで印刷をしていただきました願書です。隣に受験票がついておりますが、受験票のところは切り離していただきまして、願書だけになります。受験票は1月14日の当日にですね、志願者の方が持参の方をしてください。
で、未来コンパスに一回登録してますと、何回でも先ほどのページは印刷することができますので、例えば早めに出してですね、受験票がなくなっちゃったとか、後で特典開示に行くときに、受験票が必要だけどなくなっちゃったというときにはですね、いくらでもこう印刷ができますので、すべての入学手続きが終わるまでは、印刷ができると聞いておりますので、ご安心してですね、印刷の方をしてください。願書、それと調査書ですね、小学校の先生に、小学校に作成いただきました調査書。で、該当者だけになりますけれども、志願資格承認書。これは一般でですね、市外に住んでいるとか、日本の一条校、要は公立の学校、私立の学校ではない学校にいるなどなどの資格についての承認書。また、特別選抜を受けるための承認書、該当者だけになりますが、これを教育委員会から発行してもらった方は、これも同封をしてください。そうでないとですね、一般で受ける方が埼玉市外の住所を書いたときに、あれ、この方は志願資格ないのになというときに確認するのがこの承認書になりますので、合わせて入れていただければと思います。で、令和5年の12月の25日の月曜日から、同年の12月29日の金曜日までに郵便局に行っていただきまして、翌年、令和6年の1月4日、木曜日を配達日して、簡易書き留めで、郵送の方をするようにですね、窓口の方で、よろしくお願いいたします。角型2号にですね、先ほど願書受験票と一緒に出てきた宛名票というのがありますので、それを封筒の表に貼って、ください。もうそこにはですね、志願者情報入っておりますので、名前ですとか、そういうのは全て印刷されているはずですので、それをそのまま貼って郵便局に持っていただければ、それで手続きが終わるはずですので、このように提出の方はよろしくお願いします。ですので、この郵便局に行っていただいて、郵送の手続きをしたということで、出願が終わりということになります。で、出願をしましたら私たちの方でですね、中身の方を確認をして、1月10日、令和6年の1月10日の10時までに受理した旨をですね、サイトに登録していただいたメールアドレス、などにてですね、お知らせの方をします。確かに受理いたしましたということで、お知らせしますので、もしこの時間を過ぎてもですね、学校から連絡がないということは、場合についてはですね、お手数ですが、本校までご連絡をいただければと思います。で、いろいろな諸事情でですね、入学願書をですね、郵送できない場合、あるかと思いますので、その場合につきましては、翌日1月5日金曜日の9時から12時の間に、本校の事務室、今日は正門の方から入っていただいた方はわかるかと思いますが、正門入っていただいてすぐ右側に、正面の入り口がありますので、そこ入っていただくとすぐ右側に事務室ございます。そちらの方にこの時間で、ご提出いただければと思います。なので、本校が皆様方から送っていただいた願書が受け取れるのは、まず1月4日、それと郵送できない場合の5日のこの9時から12時となりますので、これ以外は受理の方ができませんので、間違いのないようにですね、よろしくお願いしたいと思います。もしですね、出願をした後ですね、他の併願校の方に進路を決めたというさまざまな理由で志願を取り消す場合につきましては、様式19、これもホームページにございます。志願取り消し書っていうのをですね、ご提出いただければと思います。7番になります。一般選抜における適性検査等の受験にあたっての特別措置。これは特別選抜も同様でございます。障害があるなど、あとは配慮が必要な場合にはですね、特別な措置の方を本校で講じますので、
期間は11月17日から12月12日の間にですね、本校に提出の方、様式17をですね、提出をいただければと思います。ただ、いきなり出していただいても結構なんですけれども、さまざまご事情が個別で違うと思いますので、あらかじめ、学校にですね、連絡をいただけると、その状況を把握をしてですね、このようにお願いしますということが、アドバイスできるかと思いますので、まずご連絡をいただければと思います。例えば、怪我をしてしまってですね、車椅子になってしまってですね、怪我が治るまで車椅子だと。なので、当日はどうしてもちょっと車椅子じゃないと無理だという場合については、じゃあ、ここに車を止めていただいて、エレベーターでここに上がって、一般の皆さんが受ける受験会場だと難しいであれば、別室用意しますよというようなですね、説明をさせていただきますので、気になることがありましたらご連絡の方をお願いいたします。では、選抜の内容について説明いたします。まずは一般選抜になります。第一次選抜が、令和6年の1月14日日曜日になります。会場はここになります。集合時間は8時から8時30分になります。8時にですね、生徒昇降口が開きますので、8時になりましたら校内の方に入っていただくことができます。8時30分になりましたらば、各検査室で、志願者の出席状況を確認させていただき、もしその時点でですね、いらっしゃらない場合につきましては、登録していただいた電話番号に電話をさせていただいて、状況を確認させていただきます。一般選抜第一次選抜は適性検査 A と適性検査 B になります。適性検査 B は11時40分に終わりますので、その後書連絡をして、12時前後に解散となりますので、お弁当の必要、昼食の準備の必要はございません。続いて、一般の二次選抜になります。1週間後、1月20日土曜日、本校の方で行います。集合時間、出席確認については同じでございます。試験内容といたしましては、適性検査 C、その後に集団活動の方を行います。この集団活動ですが、10時40分から12時40分と長い時間切ってありますが、この中でいくつかにこう分かれておりますので、受験者によって開始時間、終了時間が異なります。これについては朝の出席確認でですね、グルーピングいたしますので、当日集団活動が始まる前後になるかと思いますが、本校のホームページで、掲載いたしますので、自分のお子さんが何時から始まって何時に終わるんだというのは、そこでご確認ください。続いて特別選抜になります。実施日、会場は同じです。1月14日で本校で行います。集合、出席確認も同じでございます。適性検査 D の後に特別選抜は集団面接の方を行います。終わりは11時40分を想定しておりますので、昼の準備はなくですね、12時前後に特別選抜も解散になります。二次選抜です。実施日、会場も同じの1月20日土曜日の本校で行います。集合出席確認も同じでございます。その後、適性検査 E で集団活動の方を行います。先ほどの説明と同じようにですね、受験生によって終了時間が異なりますので、ご確認の方よろしくお願いいたします。さまざまな理由でですね、試験当日急に来れなくなったりだとかいうことがありましたらば、欠席連絡といたしまして、4時15分から4時45分の間に本校までご連絡ください。またですね、当日、試験当日ですね、例えば大雪が降って公共の交通機関が動かないとか乱れてるとかいうことがありましたらば、本校のホームページで、例えばこの日程で繰り下げますとか、
その他の連絡の方はホームページで行わせていただきますので、ご確認の方よろしくお願いいたします。適正検査は1月14日と1月20日の2回ですので、追検査等は行いません。続いて入学許可候補者の決定になります。入学許可候補者というのは、入学ができる160名のことになりますが、一次を受けていただいた方をですね、男女各200名程度ですね、まず一次の合格者として、入学適正者として選抜の方をいたします。なお、特別選抜もこの200名に含まれております。その後に二次の発表で男女各80名程度、160名を選抜いたしまして、その方を入学許可候補者として選抜の方をさせていただきます。これについても特別選抜を含んだ数でございます。で、一度ですね、このように入学許可候補者を選抜いたしますが、その後のですね、様々なご事情で辞退をされる方もおられるかと思いますので、160の定員を欠いた場合につきましては、この日程でですね、連絡の方をさせていただきます。入学適正者、要は一次が合格した方で、入学許可候補者、要は二次で、落ちてしまった方、不合格になってしまった方、を順番を作りまして、その順番の高い順に電話連絡の方を登録していただいた電話番号にさせていただきます。日中の電話になりますので、お仕事なので電話に出れない場合もありますので、その場合につきましては、電話に出れないからといって次の方に飛ばすことはいたしませんので、その方に連絡がつくまで私の方で何回か連絡をさせていただいて、その方が欠員補充を受ける、受けないというの意思をですね、しっかりと確認をして、意思がないという時にのみですね、次の方に回りますので、その点はご安心いただいて、本校からこの期間でですね、着信があった場合については、ご理解をいただけるとありがたいです。続いて、発表になります。まず一次の発表はですね、1月17日の水曜日になります。本校の事務室、先ほど説明した事務室付近にですね、10時から4時の間、合格者の受験番号を掲示いたします。またですね、合否紹介サイトで、9時30分から4時の間、合否の確認をすることができます。合否紹介サイトは、募集要項10ページのですね、一番上の右側に QR コードがございます。合否紹介サイトとあります。そこからご確認の方をお願いいたします。で、合格した方で、本校の二次選抜を受験する方につきましては、本校の方まで来ていただきまして、二次選抜受験届、今日のですね、募集要項に黄色い紙が入っていたかと思いますが、それが受験届になりますので、受験番号などを記載をしていただきまして、この紙を事務室の方に、提出の方よろしくお願いします。ちなみにですね、浦和中の第二次選抜受験届はピンク、お持ちの方も多いかと思いますが、ピンクになりますので、お間違いのないように、本校に受験届を出す場合については、こちらの黄色の方をご提出ください。ですので、浦和中と併願した場合ですね、一次が両方受かる場合としてですね、両方受かった時にはですね、どちらかにしか届けが出せませんので、事前にですね、どちらに二次の届けを出すかというのをお子様と確認の方をしていただければと思います。多分、合格の日は小学校に行かれていると思いますので、どっちがいいという
聞く時間がですね、ないかと思いますので、当日までにどっちに出すというのをですね、決めておいていただければと思います。両方出しておいていい方にっていうのはできませんのでですね、過去にそういうふうに出された方もいるんですが、その後、照合の方をしますので、どちらかにでよろしくお願いします。2時の発表が1月24日です。事務室のところに午後の1時30分から4時まで受験番号の方を掲示いたします。合否照会サイトは同じ合否照会サイトで9時30分から4時の間で合否の方がわかります。で、合格した方で本校に入学の意思がある方につきましては、当日の1時30分から4時の間にですね、入学許可候補者決定通知書というものをですね、もらいにというか受領しに来ていただければと思います。間違いなく入学が候補者になってますよという通知書をですね、本校で発行いたしますので、受け取りに来ていただければと思います。で、続いて入学許可候補者の手続きとなります。先ほどの発表の日で、手続きを終わってですね、その後いろいろと お子さんと相談して、間違いなく本校にも入学するよという方につきましては、2月5日の月曜日の下記の時間にですね、受験票を持参していただいて、入学確認書の方をですね、提出の方をよろしくお願いします。で、その際ですね、埼玉市以外、または県外に住んでいて、事前審査を受けた方でですね、2月5日に転居を証明する書類を出してくださいねと言われた方がいらっしゃると思いますので、その方はこの日までに転居を証明する書類ですね、今4月から間違いなく、先ほど言った通学区域にいますよという証明書になりますが、それをご提出ください。またですね、他の学校に行くということで辞退をする方もいらっしゃると思いますので、その方は辞退届の方をお願いいたします。確認書並びにですね、必要な書類を出していただいた方に、本校から入学許可証明書というものをお渡しいたしますので、それを受領していただければと思います。その他といたしまして、今回行われる入学選抜適正検査の特定については開示対象になっておりますので、2月17日の土曜日の9時から3時の間、原則的には受験者本人、受験票を持って本校までおいていただくと、特典を開示をさせていただきます。